はいどうもビバです。皆さん無印良品って知ってますか？さすがに知ってる人の方が多いとは思うんですけど、無印良品とは収納だったり家具、インテリア、衣料品、日用品、化粧品とか仕事にも使えるファイルだったり食品とかも美味しいと評判なんですけど、シンプルで飽きが来なくてしかも質の高い商品を取り扱うブランドです。そんな無印良品のアイテムをなんとかアクアリウムに活用しようと、当チャンネルでは無印良品のアイテムを使った動画をいくつか出しているんですが、普段でも結構コスパのいい無印良品の商品もうちょっと安く買えないか、そんな方に朗報、無印良品週間というセールが10月27日から11月6日まで開催されます。この期間中は無印良品のメンバーを対象に全品 10% オフ、 10% オフはでかいですね。しかも無印良品メンバーは無料でなれるので、言ってしまえば誰でも 10% オフ。定期的に開催されるこの無印良品週間なんですけど、このタイミングで大量に買うとか狙っていた高い家具を買うとか、そういった方も多いと思います。今回はこの無印良品週間に合わせて我が家でアクアリウムに使っている無印良品の商品を紹介したいと思います。ぜひ気に入ったものがあれば10月27日から開催される無印良品週間チェックしてみてください。無印良品実店舗でも無印良品のネットストアでも無印良品のメンバーなら全品 10% オフです。それでは紹介していきます。まず紹介したいのは、さっきからずっと見えていたこちら、柔らかポリエチレンケースとそのケース用の蓋。これ結構いいんですよ。見ての通り我が家のアクアリウム用品はこの柔らかポリエチレンケースに収納されています。ケースのサイズはいくつかあるんですけど、ケース中2段重ねるとこちらのケース深い、これと同じ高さになります。うちではどんなものを入れてるかというと、例えばちょっと収納に困るウールマットとか、あとはブラックホールとか、ここは露材系をまとめて入れています。こっちはこちらも露材ですね。リバースだったりリング露材とかもまとめて入れています。こちらはルーツウッドですね。名前の通り結構柔らかいので、例えばソイルとか砂利とか重たいものを入れるにはちょっと向きません。持ち上げた時グニャッと歪んでしまうので、こういった軽いものをまとめておくにはとても重宝します。こちらの深型のケースには使ってない外掛けフィルターとかスポンジフィルター、あとはそれ用の露材とかをまとめています。普段使わないものを入れとくにも便利。特にこちらのケースは蓋をすると重ねられるので収納にもとても便利です。まず一つ目は柔らかポリエチレンケース、細々したアクアリウム用品の収納に役立つアイテムです。そして先ほどの収納の下にはでかいコンテナが置いてあります。こちらは無印良品でも結構人気な商品、頑丈収納ボックス。これはキャンプとかで使う人多いと思うんですけど、こんな感じで座っても大丈夫、とても頑丈なボックスです。さあこの中何が入っているかというと、こちらは重たい砂利とかソイルが入っています。低床類は結構量を使うのでどうしても重量も重たくなってしまいます。これは先ほどの柔らかポリエチレンケースではちょっと役不足なので、こちらの頑丈収納ボックスに入れています。こちらもサイズいくつかあるんですけど、外見からの見た目よりはちょっと中身の容量が少ないです。これは実店舗で中身チェックして購入検討した方がいいかもしれません。特に蓋の裏面は座っても大丈夫なように補強がされていて、これ結構厚みがあるんですよね。ただこれも持っておくと収納にはとても便利。2つ目は無印良品の頑丈収納ボックスでした。そしてこちらはこれも収納関係では人気の商品、ポリプロピレンファイルボックス。それとセットでキャスターも付けられる蓋。これには何を入れているかというと雑巾類ですね。これめちゃめちゃぴったり収まるのでおすすめなんですけど、こういった粗品とかでよくもらう手ぬぐい、これを半分にしてさらに半分にして、あとはこれを三つ折り、そうするとぴったりサイズに収まります。アクアリウムではこぼした水を拭くとか、濡れたピンセットやハサミ、スクレーパーなんかの水気を取る、手ぬぐいは何個あってもいいので、このファイルボックス収納にはおすすめです。そしてもう一個はカルキ抜きとか水質調整剤とか、あと作った液肥とか、そういったボトルをまとめて入れています。こういうのもまとめておくと便利です。この蓋はなくてもいいんですけど、
裏側に穴が開いてて、ここに別売りのキャスターをつけることができます。キャスターをつけるとこのボックスが上に乗せられるので移動も楽になる。そして蓋として使ってる時はボックスを重ねられるので収納も小スペースになります。というわけで3つ目はポリプロピレンファイルボックスとキャスターも付けられる蓋でした。4つ目はこちら、ゴミ箱角型。これもいくつかサイズがあるんですけど、今回紹介するのはミニサイズ。何が入っているかというと、メラミンスポンジ。僕はキューブ状のやつを半分にカットして使ってるんですが、これをボンボン突っ込んで保管しておけるので結構重宝します。こちらは蓋付きのゴミ箱なのでホコリとかも入りづらくていいですね。ガラス面の掃除したい時とかはこれをパッと開けて中からスポンジを取り出してパッと閉じる。何気に使い勝手がいいです。これも結構買ってよかったですね。というわけで4つ目はポリプロピレンゴミ箱角型ミニでした。掃除用品つながりで5つ目は隙間掃除シリーズ。おそらくこの4種類で全部だと思うんですけど、これを紹介したいと思います。まずはヘラ。これは先端がスクレーパー状になっていて、ガラス面の硬い苔とかをカリカリと落とすことができます。長さは18センチぐらいなので小型水槽用で使えると思います。そしてスポンジ。これは棒の先にスポンジがついているもの。先端もスポンジで覆われているので、例えば外掛けフィルターとかサテライトとか手の届きづらい底の部分をガシガシと洗うことができます。これ手にスポンジ持ってこうやって落とすのが結構大変なんですよね。指がつりそうになるというか、角の方とかしっかりスポンジが届かないので、このスティック付きのスポンジだとしっかりと汚れを落とすことができそうです。しかもこれ中央部分が裂けてるんですよね。ちょっと見づらいかもしれないんですけど、切れ目が入ってて、多分中のプラスチック部分は二股に分かれています。なのでこういったヘリの部分、この裂け目がズボッと入り込んで、ヘリの部分もガシガシと洗うことができます。この中央の隙間結構重宝しそうです。そしてちょっと曲がったブラシ。結構アクアリウムで使い古した歯ブラシとか使う人いると思うんですけど、歯ブラシってまっすぐなんですよね。これはちょっとカーブしてるので洗う時に結構持ちやすいというか、ストレートタイプではブラシが届かないようなところも汚れを落とすことができます。ストレートタイプの歯ブラシでもどかしい思いしてる人は、この先端がちょっと角度のついているブラシ試してみてはいかがでしょうか。そしてポイントブラシ。これさっきのブラシとどう使い分けるんだって思う人いるかもしれないんですけど、実はこれブラシの当たり方が逆になります。多分水槽のシリコンの部分をきれいにするのにすごい役立つと思うんですけど、ブラシが汚れをそぎ落とすように当たるので、これとっても効果的。コーナーの部分もピンポイントでブラシが当たります。この角の部分とかもスポンジを手に持って汚れを落とそうとするとあんまり届かないので、角にもピンポイントで届くブラシはすごい役に立ちそうです。今回この4本のメンテナンスツールを紹介したんですけど、掃除の時に役に立ちそうなのはこの2つ、隙間掃除シリーズポイントブラシと隙間掃除シリーズスポンジ。これは持っておいて損はないと思います。それぞれ1本150円、値段もリーズナブルですね。5つ目に紹介したのは隙間掃除シリーズでした。6つ目に紹介するのはバケツ蓋付き。見てわかる通りバケツです。容量は満タンに入れて 7.5 リットルぐらい、内側にメモリがあるんですけど、7リットルで満水まで1センチぐらいあるので、おそらく7リットルぐらいが適正かなと思います。蓋付きではあるんですけど、アクアリウムでバケツというと長いスポイトとかプロホースとか入れてる人も多いので、蓋ってあんまり使わないような気がします。なのでこの蓋はバケツを使う時のトレーとして使うぐらいでしょうか。ただこういったクイック水換えポンプのような棒状ではないもの、これであれば蓋をすることで目隠しすることも可能です。とはいえ7リットルのちょっとちっちゃめのバケツ、何がメリットなのかというと、この色です。無印といえばこのオフホワイトっていうぐらい、いろんな商品に使われているこの色。この色の何がいいかというと、水換えとかでバケツの中に水槽の水を排水した時、汚れ具合がわかる。そしてこの水を捨てた時に中に汚れが残っていないか、これがめっちゃわかりやすいです。どうしても黒いバケツだと中に魚の糞だったりおでだったり汚れが残っていても気づきづらいんですよね。当然使った後ティッシュとかで拭き上げると思うんですけど、それでも汚れが残ってしまいます。こちらの白いバケツだと汚れが残っていてもすぐわかるので、いつでも清潔に保つことができます。
もちろんこのバケツは重ねて収納することもできます。蓋は蓋で重ねられるので収納時もそこまで場所は取らないような感じがします。6つ目はバケツ蓋付きでした。そして最後、これはアクアリウム用品というか部屋の温度管理でめちゃめちゃ役に立っている商品。つまりエアコンとかで水槽の水温管理してる人は結構重宝すると思うんですが、こちらのサーキュレーター、無印良品は結構家電も出してるんですけど、このサーキュレーターかなりいいです。無印良品なのでこのシンプルデザイン、これに惹かれて購入したんですけど、風量もかなり強い、そしてヘッドの向きも融通が効く。風量については背面のダイヤルで調整をするんですが、電源オフと風量1から3まで調節ができます。これ使い勝手が良くて、オフの状態からぐるぐる回ります。しかも逆方向にもぐるぐる回ります。なのでオフの状態からいきなり風量マックスにすることもできる。これ何気に使い勝手いいですね。そしてヘッドの向きなんですが、床と水平、そこから1段階、2段階、3段階、4段階、水平から垂直まで4段階で調節することができます。特に真上モードだと天井付近に溜まったあったかい空気もかき混ぜることができるので、部屋の温度を均一にしたいっていう方は結構重宝します。部屋干しの洗濯物を乾かすのにも使える。我が家では一年中活躍しているんですけど、もちろん悪いところもあって、風量マックスだと結構音がうるさいです。風量1なら全然気にならないですね。この辺りは風量マックスめっちゃ風強いのでトレードオフといった感じです。それとちょっと掃除がしづらいですね。前面パネルとか背面部分とかこのメッシュ部分が細かいので掃除の手間が増えます。前面部分は取り外すことができるんですけど、プロペラはね外れないんですよね多分。これ外せたらよかったんですが、残念ながら外れないので、その奥のモーター部分とかも掃除がしづらいです。まあただそんなデメリットを差し引いても、このシンプルデザインと機能性は買ってよかったなと思っています。7つ目はアクアリウムに使えるかと言われるとちょっと微妙ですけど、サーキュレーターでした。というわけで今回は10月27日から始まる無印良品週間に先駆けて、アクアリウムで活躍する無印良品のアイテムを7つ紹介しました。特に今回購入したこの2つはお気に入り。1個150円なので気軽に試せるのがいいですね。無印はネットスターでの購入だと5000円以上が送料無料になります。送料無料まであとちょっと足りないっていう時はぜひこのブラシたち検討してみてください。あと最後に紹介したサーキュレーターも取り扱いないかもしれないんですよね。多分モデルチェンジしちゃってるので在庫があれば買えるかなっていう感じです。他の商品については現行品なので無印良品の実店舗でもネットストアでも購入することができます。気になる商品があった方は10月27日からの無印良品週間 10% オフで購入できるのでご検討ください。それでは今回の動画は以上です。もし参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。